こんにちは中学受験の算数ほぼ全部たった一つの公式 OK で解いていきます今回は単位換算2回目今回で単位換算が自由自在にできるようになります今回の問題はこちらまず「問い1」から0 3 5キロメートルは何センチですか。1」を書いて「書いて「 数字と単位を入れていく。でも問題文中の数字が足りない。だから自分で見つける。使われている単位はキロメートルとセンチメートル。1キロメートルが何センチか。うーん、これ知らないよね。だから自分で出す。1キロメートルは1000メートル。これ知ってるね。書く。1メートルは 100センチ、これも知ってる。書いて。で、単位換算したい単位を丸する。キロメートルとセンチメートル。で、その間の数字を掛け算したら、1キロメートルが何センチか。わかるよ。この場合、1000かける1かける100で10万。1キロメートルが10万センチメートルとわかった。 で、OK の右下から入れていく。位置を探す。あるね。1km。1km を入れる。ここで、横のルール。横は単位が同じ。こっちも km。残った km は 0.35km だけ。0.35km と書く。次、縦のルール。 縦同士は分でつながってる。1km と分でつながるのは10万 cm。1km は10万 cm です。つながってる。0.35km とつながるのは何 cm。0.35km が何 cm か知りたい。知りたいね。つながってる。これで 縦も横もルール通り。OK、完成。右下と何センチを手で隠して。残った数字が斜めに並んでる。斜めはかける。0.35×10 万で3万5千。何センチが3万5千センチとわかる。答え、3万5千センチ。 問いに、3時間は何秒ですか ?OK 書いて。今回も足りない数字を自分で見つける。使われてる単位は時間と秒。1時間が何秒か知らなかったら自分で出す。1時間は60分。これ知ってるね書く。1分は60秒。これも知ってる。書いてね。 体換算したい単位を丸して、時間と秒だね。で、その間の数字を掛け算したら、何時間が何秒か分かる。今回は60、60×1×60 で3600。1時間が3600秒と分かった。OK の右下から書いていくよ。今回も1があるね。 1>, 1時間を入れるここで横のルール横は単位が同じこっちも時間残った時間は3時間だけ3時間と書く次縦のルール1時間と分でつながるのは3600秒1時間は3600秒ですつながってるね。 3時間とつながるのは残った何秒。3時間が何秒か知りたい。知りたいね。つながってる。これで縦も横もルール通り。OK、完成。右下と何秒を手で隠して。残った数字が斜めに並んでる。斜めはかける。 3600×3 で1800何秒が1800秒と分かる答え1800秒問340秒は何時間ですか ?OK 書いて今回も足りない数字を自分で見つける使われている単位は時間と秒 1>, 1時間が何秒か。あ、これさっき出した。1時間が3600秒。で、OK の右下から書く。今回も1時間ね。ここで横のルール。横は単位が同じ。こっちも時間。残った時間は何時間だけ。こっちは何時間。次、縦のルール。 1>, 1時間と分でつながるのは3600秒。1時間は3600秒です。つながってるね。何時間とつながるのは残った40秒。40秒が何時間か知りたい。知りたいね。つながってる。これで縦も横もルール通り。OK、完成。右下と 何時間を手で隠して残った数字が横に並んでる横は割るそのまま読んで 40÷3600 で3600分の40約分して90分の1何時間が90分の1時間と分かる答え90分の1時間 はいこれで今回の授業は終わりです単位換算分かってきたと思うのでどんどん試してみてください分からなかったら質問もしてくださいそれでは次の動画もどうぞ